みんなジャージも結構聞いた。みんなこのあのふにゃふにゃやわやわしゃべりに騙されがちかもしれないですけど、強い女ですからね番長。あ、一旦これでいいかみたいな。え、でも番長ってかさ、まあ、リグロス全体みんな思うけど、みんなさあの、うん、服装の系統バラバラだけどみんなおしゃれだよね。そうだね、でも本当に綺麗ね、うん、バラバラかもしれない。ね、本当にマジでバラバラだけど、もう僕はザ、なんだろう、ボーイッシュ、うん、で時折ちょっとなんかめっちゃゴテゴテの可愛いハートの指輪とかつけてきちゃう感じ。あ、つけてたね、うん、あれ可愛いなと思った。殺傷能力高そうでいいよね。うん、まあ痛そうだね。その観点では見てなかったけどね。ヤネンちゃんはね、あんな感じ、いつもなんか袖長い、うん、袖にあのちゃんとね鬼殺し隠せるようになってるから。でリリカちゃんはもうなんかあのギャル寄りだけど、なんか清楚ギャルだよね、言うて清楚ギャルだねえ、うん、なんて言うんだろう、ああいうのなんかこう、でも結構フェミニンじゃない、うん、あ、そうかもね、うん、なんか一番女の子っぽいかな。そうね、一番女の子っぽい。かなでちゃんは自分のファッションに自信なさすぎで面白いだよね。面白いだよね、面白いよね。なんか、あ、かなでだけダサいんだとか言ってるもん、いつも。え、そうなんだ。そんなことないよって言うんだけど、ね、前言ってた。そんなことないのにな。ね、なんかかなでだけ T シャツにジーパンで出かけるんだみたいなこと言ってた前。いや、T シャツとジーパンなんておしゃれの新コンチョンだとかありますから。それ似合ってるってことはだよって言いたいんだよな、いつも。そうそうそう。ね、割と可愛い系も着るけどシンプルも着るみたいなところあるからね、うん、シンプルが似合うってことはだぞって言ってやりたいんだけど。いや、そうそうそう、うん、番長はね、なんかなんだろう、こうザ可愛い系っていうよりか綺麗系ではあるよね。そういうサブカル系も着るかもしれないけど、今みたいになんか系統バタバタなんだよね、ハニナ。なんか、うん、モード系が好きな時と、うん、メンズライクファッションが好きな時と、うん、あの可愛い系はあんま着ないかもしれないな。そうだね、みんなジャージも結構着る。みんなこのあのふにゃふにゃやわやわしゃべりに騙されがちかもしれないですけど、強い女ですからね。番長言っておきますけど、 Yes I do。 そう、実は超強い女だから、よろしく、よろしく、よろしく、おつ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 なおつって言った。ちょ、もう今のは噛んだね、僕がね。真似しようと思ったら噛んだね。